エリコンキロバイト 25mm 機関砲はスイスのエリコン社が開発した 25mm 口径の機関砲シリーズ。なお、現在ではエリコン社はラインメタルグループの参加に入っている。最初に開発されたクバは有名なアメリカ人の重機設計者であるユージンストーナーの手によるものであった。作動方式はガス圧式、閉鎖方式は回転ボルト式。 二方向装填方式であるので、異なる魂を速やかに切り替えて使用できる。弾薬規格としては 25X137mm 弾が採用されたが、これは後にアメリカのチェーンガンである M242 ブッシュマスターおよびガトリング砲であるガウ -12 イコライザーにも採用されてデファクトスタンダードとなった。クバは車載用として用いられるほか、 関西用としては、エリコン車純正の GBM シリーズのマウントに加え、ブレーガメッカにカブレジャーな車製のコンパクト砲としても用いられる。このコンパクト砲システムは、マウザー AMK30-30mm 機関砲向けのものとほぼ同一である。また、1980年代初頭にくばの改良型として、KBEB が開発された。k b, b では、 より強力な 25X184mm 弾が使用されており、弾頭重量、初速ともに増大している。車載用としての採用例はないが、トルコ海軍において、シーゼニス CIWS に組み込まれて採用されている。また、これらとは別に、7方針のガトリング砲モデルである KBD も開発された。これは弾薬込みで、 重量 1600kg、KBD と同じ 25X184mm 弾を使用しており、ミリアード CIWS に組み込まれているが、実際の配備はなされていない。なお、KBD はエリコン社が初めて開発したガトリング砲であった、イタリアトルコ日本ルーマニア。ありがとうございます。